安心してください。たくさんいいこと待ってるよ。よし、皆さんこんにちは、加藤です。今回ね、フルーツオブルームの、スウェットパンツを買いましたっていうことで、まあ、開封動画やっていくんですけど、まあ、今回もね、女子向けっていうことで、女子がね、すごい興奮してしまうような動画になってるんじゃないかなと思います。で、まあね、日本代表するイケメン同級の僕はですね、まあ、これ履くってことね、やばいことになってます。はい、開けました。で、俺ね、このフルーツオブルームって、これロゴどこ、まあ、よく見るじゃないですか。日本でも別に普通に売ってますよね、これね。初めてかな、これ買った。で、安いじゃないですか。で、さっき調べてたら、アメリカのロードアイランド州かどっかで始まって1800年代ぐらいからやってる会社なんですね。知らなかったです。で、まあ都市で言ったらニューヨークよりボストンの方が近いと思うんですけど、まあこれですね。まあちゃんとポケットついてて1000円ぐらいかな。はい。まあ早速履きたいなと思います。だから女子がね、興奮しちゃうんでね、本当にやばいっすよね。いやマジね、後藤真希の動画で抜いてみた。で、あれ 40% 女子が見たら俺本当に衝撃的だったですね。あんなやばい気持ち悪い動画をね、よく見るなって感じで。はい、履いてみました。はい。まあ別に悪い感じしないですね。普通？ああ、まあ映ってないですけど。はい。まあそんな感じで、まあ普通のスウェットパンツですね。意外と着心地いいかもしれないですね。はい、今回は以上です。クッション。